はい、レオンチャンネルです。 SH フィギュアーズの仮面ライダーマッハとライドマッハが発売されましたので、早速両方とも開けていきましょう。まずは仮面ライダーマッハ、定価は4000円で今回は3200円で買いました。この画像を見る感じ、ドライブとかマシンチェイサーに比べても一番タイヤ交換シリーズと差がありそうな感じですよね。タイヤ交換シリーズはボディカラーがクリアホワイトでしたから、これは真っ白っぽい。はい、出すと、おー、蓋を取ると、あ、やっぱりすごいあ、アンダースーツが全然違うんだ。一応本体と付属パーツがいっぱい入ってて、マフラーが2種類とめちゃくちゃ細かい前輪シューターとマガールパーツ、そして手首パーツが8種類で、マッハ本体はこんな感じになってて、これこそ求めてたマッハですよ。裏もすごい。だいぶタイヤ交換シリーズとイメージが違いますね。なんか今までドライブとマシンチェイサーはパッと見そんな変わんないかなって感じでしたけど、今回は体型というかプロポーションいいな。体型最高ですし、やっぱりこの辺の色が多い。全然違う。今回は全然違う。めちゃくちゃアーツいい。やっぱりマッハはこれくらい白ボディがテレビのイメージに近いですよね。そしてマッハドライバー、これご覧くださいこの細かいマッハドライバー、シグナルバイクがつくということは、これはスライドするのかな。あ、動く。すごい。でさらに多分引っ張れば取れる感じですよね。すっごっ。バイザーも、おー、スムーズ。パーツの外れやすさは、あ、やっぱりここはどうしても外れやすいですね。でもタイヤも少し小さめで、ものすごく本物のマッハ。いや、ドライブのアーツほんとすごいな。これはいいアーツですよ。ゴーゴーいいっすね。ちなみにこれタイヤ、あ、こんな感じで外れるんだ。タイヤ交換シリーズに近い形でタイヤ交換可能ですね。これは僕マッハほんと好きなので、もう一体買ってこうかな予備に。ではライドマッハも開けましょう。デラックス版がめちゃくちゃこれ後ろが大きかったですから、今回は多分そういうことはないと思われます。はい、出すと、あ、やっぱりパーツ小さいですね。そして基本デザインはライドチェイサーと似てますから同じような形なんですが、あー、でも、あーかっこいいねこれすごくかっこいいね。ライドクロスターの時の黒パーツもついてますし、動きませんね。あ、でも外れる。この辺のデザインはライドチェイサーと一緒、フロントパーツだけがガラッと違って、さすがにこの武器部分の稼働もなしですね。で後ろのこのパーツ、あ、メタリックすご。しかもクリアパーツだ。うわ、これは大きさがだいぶ小さくなって月収サイズ、これをブスッと差し込めば完成と。おー、ライドマッハもいいですね。マッハを買ったらライドマッハも絶対購入必須ですね。ではでは、さらに初回版の3ヶ月連続タイヤ交換キャンペーンもちらっと見てみましょう。これがボリューム4、ファンキースパイクタイヤが入ってます。うん、色いい。内容物はいつもと一緒で、これをドライブにつけるとタイプスピードスパイクになると。でこれがファンキースパイクの専用エフェクト。お、タイヤパーツと同化してますから、そのままドライブに取り付けることでテレビ通りの感じに再現できるんですね。うん、素晴らしい。では各フィギュアーツの詳しい動画をアップしましたら下の説明文に貼っておきます。以上、 SH フィギュアーツのマッハ、ライドマッハ、ファンキースパイクタイヤの開封レビューでした。